徳島県立徳島科学技術高等学校は徳島県徳島市北野山町にある県立の高等学校略称、鍵味校2009年4月1日に開校した。生徒募集は類ごとに実施しており1年生は各類で共通の学習を行う2年生からコース制を導入している全日制には 工業化と水産化が設置されており、この二つの都がには、大学への進学を通して、将来の産業界をリードする、高度技術者を目指す総合科学系と、専門分野に関する知識、技術を身につけ、産業界で活躍できる、実践技術者を目指す総合技術系の二つの系が、存在する。総合科学系、編集総合科学類理数系普通強化を、充実させるとともに、 情報や電気などの専門科目の基礎を学習することにより、大学で必要とされる基礎学力を習得し、国公立、私立などの4年生大学への進学を目指す。理数系普通教科を充実させるとともに、環境やエネルギーなどの専門科目の基礎を学習することにより、大学で必要とされる基礎学力を習得し、国公立、私立などの4年生大学への進学を目指す。 海洋科学類海洋に関する専門的な知識や技術を習得するとともに、海洋を取り巻く様々な環境問題を学習し、水産、海洋帝国公立、私立などの4年生大学への進学を目指す。総合技術系、編集機械技術類機械製品の材料の性質や、設計、製図、加工方法についての基礎をはじめ、コンピュータ制御など機械工業の 各分野に関する基礎的な知識や技術を習得する。機械技術の基礎をはじめ、NC 工作機械や産業用ロボットなど自動生産に関する技術や電子的に機械を自動制御するなどの技術を習得する。電気技術類発電から利用まで電気に関する基礎、基本を学ぶとともに、電気工事などの実務的な知識や技術も習得し、電気設備の製造、 管理、電気工事等の様々な業務で活躍できる技術者を育成する。コンピュータに関する基礎から、ネットワーク、マルチメディアなどの情報通信技術までを学習し、これからの高度情報通信社会に対応できる技術者を育成する。建設技術類最新の測量、設計、思考などに関する実践的な知識や技術を習得するとともに、 情報活用能力も身につけた生活環境づくりに配慮できる土木技術者を育成する。建築設計をはじめ、建築物の構造や計画、建築志向に関する法規などの実践的な知識や技術を習得した建築技術者を育成する。インテリアデザインをはじめ、あらゆるデザインの分野に必要な基本的な知識や技術を習得するとともに、 将来企業で活躍できるデザイナーを育成する。海洋技術類船舶の運航、管理、海洋関連産業などに関する知識と技術、小型船による海洋環境調査やダイビングに関する知識と技術を習得する。徳島県内唯一の定時性工業家である。1日の授業は4次元。定通編集制度などにより、3年間での卒業も可能。 徳島県立徳島中央高等学校に設置されていた定時制の工業化はこちらに移管され、同時に工業化が編成される。なお、定時制の普通化は従来通り徳島中央高等学校に残る。機械類工業技術類徳島県立徳島工業高等学校徳島県立徳島東工業高等学校徳島 県立水産高等学校総合科学類機械、技術類電気技術類建設技術類、海洋科学類、海洋技術類、徳島県立徳島工業高等学校徳島、県立徳島東工業高等学校科学、サイエンスの S を躍動感のある波の形で、技術、テクノロジーの T を、ものづくりの基本形である、で構成し、県下である、すだちの語弁により、 明るく照らし出されている様子を表現している。五角形の形をしており、吉野川や太平洋の水の流れを表している。徳島県立徳島科学技術高等学校徳島県立徳島工業高等学校徳島県立徳島東工業高等学校鍵丸科学と技術を融合した先端技術であるロボットを親しみやすいキャラクターにしたもの。ロボットの開発は 科学技術の創造を活用は産業界の発展を表しており、これは本校の基本方針でもある、科学技術への高度化、複合化、社会の変化や産業界の要望に対応した専門教育を展開することにより、技術革新や社会の要請に対応し得る、実践力を身につけた技術者を育成することを表現している。 旧徳島県立徳島工業高等学校9、徳島県立徳島、東工業高等学校学校の前を、タミヤ街道が通り、北部には一級河川、吉野川やその支流、悪意川が流れる。向かい側には、徳島県立障害者交流プラザが建っている。また、タミヤ街道沿いは、ショッピングプラザタクトや、エンターテインメントガーデン遊び場。 等の商業施設で攻めにあっており、都市化が進んでいる。学校周辺には他にも徳島県立徳島中央高等学校や徳島県立城北高等学校等の高等学校が存在する。ありがとうございます。